ピセラ TV ハピスラ相談室でーす。おかしいな。どうですか、じゃあ。ああ、了解了解。いきなり。ノブでーす。ミキティでーす。ハピスラ TV 相談室。グダグダ。はい、ミキティサロンのスタッフさんのちょっとお悩みがあれば、何かお困りな。どうですか、うん、最近こういう風なのができたらもっといいなとか、うん、メニュー的にはあれですか、全部全般やるんですか。そうですね、もうエステも整体も全部やる感じ。でもエステはさすがに私はわからないので、なんかやっぱほぐし整体系、そうですね、整体が一番課題かなっていう。で実際だからリアルお客様に何て言われたら一番困る、おってなる、どうしようって、強めの施術、力が足りないとか言われるとちょっとあーってなっちゃって、ちょっとね、あの指が多分細いんですよ。そう、なんていうのかな、あ、か弱い、か弱い、か弱いね、わ、か弱いね、少女のような、少女のようなだからなんかその体重をかけたり一生懸命やってるんですけど、なんかもうちょっと強めとか言われるとどうしたらいいのかなって、ちなみに運動部じゃなかった？じゃないです、じゃないですよね、その指ね、ちょっとね、だからセラピストもそう、運動部じゃない人は逆にちょっと若干は自身で鍛えていきましょうっていうのもあるんですよ、やっぱり。なるほどね、そもそもですけど、で強もみのお客さんはもっと強くしてくれでしょ、で実際肘は使ってる？使ってない、使ってないですね、指のみ、指のみです。たまにやるけどなんかずれちゃったらどうしようとかちょっと不安がまだあるから。あ、そこじゃないですか、そこかな、ずれちゃったらどうしようっていうのは背中の話、なんかポイントがずれてたらどうしようって不安があるから、なんか指でしっかりとっていうポイントを探すっていうか、そういう心理もあるのか、肘で当たってないと危ないのかなっていう、なんか骨に当たっちゃうかもしれない、かもしれないってちょっと不安が。なんか使っていくと、あの こういうのとか使っていくと、もうどこやっても怖くないですもんね。いや全部できるんで、そうですよね、下手したら首もできるし頭もできちゃう、言いますよね、なんだろう、え、ちなみにこうやってやって肘、あ、でもできるね、ミキティと違うね、まあ私めちゃ尖ってるんで、あ、これはね本当にあの強めの、 あの大きめの指圧系の人たちの指と一緒ぐらいだおじさんの親指ぐらいおじさんに失礼おじさんも遅い人いるから、何ガチンときてるあ、でも全然適してると思う、場所が合えばね、その練習したい、どう、え、そうかも、そうすると体重乗せればしっかり押せるんで、ちょうど3人いるからちょうどいいかもね、そう、ミキティがモデルになって、いつもすいませんあのちゃんと感想言いながらお願いします、ね、はい、寝ちゃうなよじゃあちょっとやってみましょうかね、はい、はい、じゃあいきます、レッツゴー、教えなきゃね急にやられてね、行ってみよう、はい、じゃあ行ってみます。まずじゃあ肘、例えば、強めのお客様来ました、はい、肩と腰とどっちが苦手とかある？まあ、でも全般強いっていうキーワードが来るともうドキッとしちゃう、強めかっていう感じの、あ、自分の心理的 心理的にまずね、じゃあていうか うちら顔が全然つってないからまあいいや、あのとりあえず狙うポイントっていうのは、危ないのはこう脇に入る時なんですよ。起立筋ってここのさ、この辺はねある程度大丈夫だ、ただ肩甲骨を押しちゃうと不快になるよね、だからちゃんとこの間に入ってれば、でこうやってと押すと弱いって言われちゃうでしょ、そこをまず指でこう確認してから入れて、ここで少しこう押さえるっていうのがいいの、押さえるとずれないので、で一番こういうとこはできるんですけど、ずれやすいのはこの真ん中辺なんですよ、これがグリッとなりやすいんで、
通にやってこうやってこうグリグリになっちゃうわけですよ。だからまずロックした状態、こうまず押すとこのモリッとしたとこを確認していいんですよ。お客さんでも実際こうスッスッと確認してちゃんとやってんなっていうのが伝われば、でこっから動かさない、で動かしてもこうグリグリしてもずれないようになるのはちょっとあの練習が必要なんで、で一番怖いのはこれ浮遊骨ね。浮遊骨のだから起立筋じゃなくてもうちょっと外に入っちゃうと、これ肋骨なわけですよ。ここをこう入っちゃうとやばいです。なので起立筋をしっかり分かって、もう硬いとこ出てくるんですよ。ちょっと触ってみて、この硬さがまだ分かる。あ、めっちゃ硬いでしょ、はい、そこちょっとじゃあこう、うん、確認して肘入れてみようか。違うか、入ってる、うん、やっぱり優しめですかね。今遠慮したのか分かるけど、あ、じゃあ体重乗っけてみようか。その状態ぐーっと乗っかんない、そこはそこなんだけど、そこ狙うんだったら最初からその底行かなきゃで、多分ずれてます、うん、筋肉自体乗ってない。あ、今ね、外継ぎます、うん、それが怖いんですよ。うん、だからここの太いとこ、このこうなってモリッとしてんじゃん、はい、これ狙ってここを肘頭入れて、うん、そうここだよね、ミキティね。これを押さえて、うん、あのそうで動かさないよ。うん、でちょっと外すときに肘を外すんじゃなくて、うん、自分の体をちょっと上にして外すとき、そうでまたそのまま押していく、そういう感じです。なんか外すときってさ、こうやってやりがちじゃん、はい、じゃなくて自分の体を抜いていく感じですよね。おー、いいですね、うん、そのままじゃあちょっと上に行ってみようか。ちょっと危ない方面に、怖い方面に、そう捉えながらの感覚でなってるのが分かります、うんうん、いい、うん、でじっくりぎゅーっと、うん、もう場所見た目で入ってるのが分かります。効く、うん、効くって感じだね、うん、そのまま上行ってみようか。うん、バッチリじゃん。これだって疲れないでしょ、うん、自分も疲れないし、これねじっくりやれればその後指でいけば、うんうんうん、強めのお客さんも全然納得すると思うよ。下手したら肘で全部できるようになれば、肘の方が気持ちいい場合も結構、あ、ずれてる気がする、うん、ずれましたね。うんとね、ここじゃないんだよね、これ、ここ、うん、あ、そうお、うん、そのまま上行ってみよう。今ねベクトルが起立筋の外から入ったんでじゃなくて、今練習してるのは真上から下なんで、もうちょっと1個内側です。5ミリぐらい内側です。内側っていうのはこっち側ってことです。うん、まず確認、腰部の筋肉を確認してこう入れて、おお、うん、違うね、違う、おお、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。